日本の放送送信所関東、甲信越地方の放送送信所埼玉県の放送送信所、NHK 勝負区キラジオ放送所日本放送協会日本放送協会放送局の一覧 NHK 放送センター NHK 勝負区キラジオ放送所勝負区キラジオ放送所側を挟み、第二放送送信アンテナを望む地図 NHK 勝負区キラジオ放送所は、 埼玉県久喜市に所在する日本放送協会が所有する送信書である。NHK 放送センターが管轄するラジオ第1放送とラジオ第2放送の送信所が所在する。前身は東京、芝野あたご山にあった社団法人東京放送局。その後出力増強から埼玉県川口市に送信所を移転、さらなる出力増強のために現在地に再度移転した。 AAM ラジオ放送の送信書としては、日本でも最大規模、最大出力である。敷地が旧南埼玉群省部長久喜市にまたがっていたことから、名称に領地の名前が入っている。年数回の大掛かりなメンテナンスによる、原力放送や勝負区喜放送所からの放送が、何らかの理由で行えなくなった際には、埼玉県埼玉市桜区新海に所在する。 平野の幻想新書から南東約500メートルにある深海ラジオ放送所より空中線電力10キロワットで放送が行われる。施設の規模や重要性から職員や警備員が常駐し夜間は第一放送側の敷地では全面的に屋外照明が照らされている。ラジオ第一放送所ラジオ第二放送所 AM ラジオ放送送信設備衛星放送地球局 NHKBS とワウワウの BS アナログ放送及び放送衛星システムが受託放送事業者として行う一託放送事業者の BS デジタル放送について放送衛星へアップリンクを行うためのパラボラアンテナ等の送信設備がラジオ第一放送送信所側の敷地内にある。当地は副局であり、主局は NHK 放送センター内に置かれている。気象や 危機の状況によって、主局と副局の間で随時切り替えが行われている。なお、主局と副局の間には、光ケーブルで結ばれている。BS アナログ放送についても2007年11月1日より2局とも、委託放送事業者へ移行し、BSAT が受託している。ただし、アップリンク施設はもともと、NHK との共同所有である。北関東3県向けに、 地上デジタル放送 TTL 中継所が置かれている。このため関東地方では東京スカイツリーに次いでテレビ放送における重要拠点となっている。地上デジタル放送 TTL 中継所、ありがとうございます。